こ、はいえー、こんばんはこんばははにちは国晴です、えー、今日はですねあの僕の方はコーチは結構忙しくしてまして、えー、まさに国を晴らすためにですねあの、えー、今ですねまあ、ちょっと準備を進めているところです、まあ、近くですね正式なアナウンスはさせていただけるかなというふうに思ってますのでえっとまあいろいろ楽しみにしていてくださいえー、っとですね今日はどういう話をするかっていうとあのまあ と Facebook とかいろいろ見ている中で、うん、とイタリアの方でですねお注射に関するパスポート、えー、これのことについて日本人の方がですねイタリアで住まれてて仕事もされている方が話している動画を見たんですね。で、まあ、その動画あのどういう方でとかねあのそういうとこまではつぶさんには検証はしていないものの、まあ、お話しぶりとか非常に理路整然とされていて。 えー、ああなるほどって思われるようなものだったのでまあシェアさせていただいたりもしたんですけれども、えー、と僕が何を言いたいかって一番皆さんに伝えたいことは何かっていうとですねあの、えー、事の是非はともかくとしてですねあの自分の、えー、幸せに生きるとか自分の身を守るとか、えー、自分の大切なものを大切に扱うような状態を保つとかそういうことに関してですね えすごい大事になってくるのは、こう世の中の起こっていることを正確に捉えるっていうことなんですよ。的確に。で、えー、っと世の中に起こっていることっていうのは、まほとんどまあ半径5メートルとか30メーターとか、日頃かあの付き合う方しかあの考えないっていうことも多いかと思うんですけれども、えー、これをですね、ぜひぜひですね、あの自分の身を守るとか自分の幸せを。 えー、ちゃんと追求するという上でですね広げていただきたいっていうのが思いなんですでどういう風うにあの広げたらいいかっていう話なんですがこれは、えー、2つあります1つは、えー、時間軸ですね時間軸を広く広げるっていうことですね、えー、それから2つ目がえー、っと地域の幅を広く取るっていうことですね。うん で何を言いたいかっていうとですね、うん、と時間軸で言えば時,間、えー、歴時代によって価値観も違えば、えー、と事の、えー、対応も違うってことです例えばウイルスに対する対応も違うと、えー、そういうことを知る、うん、あるいは、えー、地域幅を取るっていうのは地域によって全然対応が違う。うん っていうことを知ってで他の地域あるいは他の時代はこういうふうにやっているんだっていうことを知ってるとですねえ見えてくるんですよね今の自分たちの時代が、えー、こういう価値観でこういう対応をしているっていうのが見えてくるんですよで、そうするとですねあのなんでそうし,てしなきゃいけないのっていう疑問が生まれてくるわけですね そうすると、本当の意味で自分が感じていることとか幸せとかそういうものを守れる意思決定とか行動っていうのが取れるようになるよっていうことなんです。えー、まあ具体例はね、まあちょっともうまあ、いい加減いいかなと思うんですけど、あのー、それをね、今例えば話題になっていることで当てはめて考えてみられたら、まあすごいいいかなっていうか、まあそれを本当に一番伝えたくて。 でさっきの例で言ったらイタリアっていう地域の違うところでどういう反応が起こっているのかを知るっていうのは非常に大事になるってことですね、まあ、時間軸で言ったら、えー、例えば1917年のスペイン風邪とか、まあ、そういう話を見る、えー、まあまあそのウイルスの話だけじゃないんですけどね、えー、そうやって見えてくると、まあ、科学とか、えーまあえー、いろんなね価値観に対する対応っていうのは変わってくるかなというふうに思います。 でですね、僕はまあ本当に、えーまあ、新しい学校っていうところでもそうなんですけれども一番大事だなって思ったのはそういうことをやっぱトレーニングするっていうのはやっぱ大事伝えないといけないっていうのは一つありますけれども、えー、どれだけですねこの今その歴史っていうものをあるいはその国際的な異文化を知るっていうことをねこの文脈つまり自分の人生を豊かにするっていう文脈で 教育現場が伝えられているかっていうことなんですよ。ねあの近現代は習わないとかっていうのもまああるかもしれないけど、まあ、そんなに表面的な話であの要はどの時代をとってもですね今の時代であなたの人生っていうところにすごいダイレクトに影響するんだよっていうことをまず問題意識とか動機の部分を作ってから、えー、その知りたいって思わ,す思わせるっていうかですね思,思うように。 えー、持っていくっていうことがねあの一番、えー、大事なんだと思うんですだからその歴史教育に関してはそうだし、えー、と国際異文化の理解っていう点でいうたらまあやっぱ相互ですよね自分たちの部分でどう関係してくるのかっていうところの動機作りでそしたらまあ勝手に外に出てくると思うんですよね、うんえー。ということでですね、えー、その 道義作りですね、はい、だからいかに今の、うん、まああんまりすべ、えー、否定とかっていうよりはその今の教育というかその要はその、うん、まあそれは言えるんだと思いますね。その人生に向き合うとかよく生きるっていうその根本の部分を対話できるような関係性がどれだけその今の教育現場の中にあるのか。 えー、っていうところをですねまあ、そもそものところをちょっと問うとともにですね、えー、皆さんに問題提起させていただければなというふうに思っておりますなのでタブーを作ってしまうっていうことは、えー、踏み込めなくなっちゃうんですねだからタブーを作らないね、それでかつもう根本的には、えー、美しく強く生きるとね、あのそういうところにつながるう 人をねあの共に何て言うかな、えー、なっていきますと、えー、いうことだけね、えー、共通認識としてあってでそのいろんな情報が溢れて接している中で、まあ、そういう健全な、ね、あの人間性っていうのが、まあ、判断していくよということであればいいんじゃないかと思うわけです。 えにもかかわらず、まあ、今はですね、まあ、僕から見える景色としては事あ,あるごとにですねそれは問題だと、えー、タブーを作ってしまって、えー、そもそも触れないとか触れさせない考えさせない、えー、議論対話しないというところに、えー、陥ってしまっているところがですねその人生に向き合うとか、えー、この世界、うんえー、の中でよくよく生きるっていうことを 追求できない状態を作ってしまってるんじゃないか、えー、ということですよね。うん、えー、まあ、世界のみならずですね。あのー、広げていけば、まあ宇宙とか、えー、そういう中での自分なわけですよね。で、そんなことをあのー、実感を持てるっていうことがまあ、教育現場においても大事でしょうし。しまあ、教育っていう風うにこうね。区切る視要も実はなくて生活の中とか。 えー、人の生き様の中にですねそういうことが落とし込まれてるっていうことが非常に大事なんじゃないでしょうか。はいえー、ということでですね今日はまあちょっとあのそのイタリアで、えーまあ、活動されているというかイタリアで仕事されている方が今の状況をどう見ているかっていう動画に、まあ、ちょっとインスパイアされて、えー、その、うん、世の中で起こっていることを正確に判断する、まあ、自分の、ね、幸せな人生とか幸せな行動のために いかに世の中で起こっていることを正確的確に判断するそのためには時間軸を伸ば,すそれ伸ばしてみるあるいは地域幅を広げてみることによってそれぞれの時代地域がどういう価値観でどういう対応を取っていったのかっていうのをつぶさに見てみるそして自分の今の時代がどういう価値観でどういう対応をしているのかっていうのを見てみることそれが大事だと。 えいうことをですね、あのー、ちょっと、今一度、お伝えしたいなと思ったので、えっ、ー、と、動画を撮ってみました。えー、ということで、あのー、何かしらですね、まあ、私の言っていることが全て正しいとか、そういうわけではないんですけれども、あのー、哲学的な視野とか、えーまあメえー、リテラシーですね、クリティカルシンキングとか、 まあそういうものにちょっと触れてきた人間としてえちょっとえ何かしらお役に立てばと思いえご提案させていただきました。はい、ということで、ああどんどん僕もえ具体的に動いてますのでえ楽しみにしていてください。皆様もえ素敵な一日をお過ごしください。えー、国でしたさようなら